明日香の方はいかがでしょうか。1対1でしたかね、さっき。はい、明日香球場お願いします。画面切り替えます。富士宮の西高明日香球場は1点をリードされました。しかし、静岡球場の北高の方は0対0のまま8回の裏。しかし2アウトランナーなし、トップに戻って大石という打順であります。沼学はしかし1年生が3人ベンチに入っていて、これがよく働くんですよね。そうですね。それと、初戦に静学の左腕の1年生大型投手小島が出てきて、もうあの時は富士球場みんながいつ静学さよならやるかって見てたんですが、逆に延長にで勝ってから勢いがつきました。さて大石がフォアボール。あれ、この回先頭バッター8番の中田がセカンドフライ、続く斉藤が星翔に負けじとバットヒットを狙いましたが、ピッチャーゴロ、2アウト。そして大石フォアボール。ちょっと今までの5、6、7回の長田からはちょっと考えられないような、やはりこのバッター今日は、北高の中ではね、はいはい、一番嫌に見てるんでしょうね。そうですよね。やっぱり合ってるという、よく見えてるというお話が前半にありましたが、その通り。でもここも8回の表の青少同様に走って、ただね、僕は左ですしね、牽制うまいんですよね、長田君、はい、だからあるかなと思いますけど、はい、無謀かもわからないけど、やはり走ってもらいたいケースだなと思いますね。そうでしょうね。さあこの岡部がじゃんけんで勝って高校を取りました。ここまで来ると先攻高校はもう随分違いますからね。いや違いますよ、先ほどのね1回初戦の静岡もそうです、延長っていうのはね、やはり高校の方がよっぽど有利ですよ。そうですよね、だから本当青少はここを本当のよく踏ん張ってね、もう、8回の表ゼロになったところで、そういった意味での青少のハンディキャップははっきりしてしまっています。ただ両投手の状態からすると表で1点取れば裏が入るかちょっと入らないんじゃないかと。今の状態ではそうです ね、さあ点が欲しい塩川監督、富士宮北高校スタートを切った。じゃあ打ち返した、センター抜けていきます。さあ大石どうする、止まった止まった、二塁を回ったところで止まりました。トップがフォアボール、2番がヒット。ヒットエンドランみたいですかね、スタートの感じから。ちょっとスタート振りましたけど ね、 そうですね。でもね、今のヒットはやはりね、はい、大石君が塁に出たってことですよ。あーはーはー、やはりそれがバッテリー相当意識してましたからね。あ、なるほどね、そうですね。だから気持ちがやっぱ、ファーストランナーの相当向いた分、やはりホームに打者に投げるボールが甘くなってるんですね、それでまあすかさずね岡部君が打ちましたけど、はい、やはりこういう足の速いランナーが出るってことはやっぱバッテリー嫌なんですよね。そうですね、それも5、6、7とランナーが出ておりませんでしたから、余計にそういう思いが強くなるでしょう。背番号16番、青少の弓岡俊則、昨日ダイソーで登場しましたが、年齢となってピッチャーズマウンドまで行きました。さすがにベンチからピッチャーのところまで足が速いですね。あれね、今日はね、はい、当たってませんけどね、やはり3番でこの前の試合当たってましたからね。そうですよ、十分青少は気をついたらいいですね、はい。さあ市場です。その数字は、過去2試合に限ると7打数3安打、打点3、二塁打1本ずつの2本。ただしこの試合は1回ランナーを置いてレフトフライ、2回ランナーを置いてセカンドゴロ、3回はワンアウトの後ランナーなしでセカンドゴロ、ずっと右に外野が寄っています。したがってレフトのライン際が空いてますが、この辺り市場は完全に引っ張っていくのかどうか。長田はいい球を外角に決めました。ご覧のような外野の守備位置です。でもちょっとレフトが左に行きましたかね、戻りましたか、変わりませんね。だ今日は全体的に引っ張ってますよ ね、 そうですね。最初のレフトフライはこれ当てただけですから ね、そうですよね。だからちょっとやっぱ右に寄ってるんでしょうね、本来左ピッチャーだって左バッターだと、レフトはもっと背に寄るんですけどね。そうですよね。真上に上がりました。さあキャッチャー伊沢、8回は両チームとも、久しぶりに4イニングスぶりにランナーが出ました。しかし誰もホームには帰ってきませんでした。8回終了0対0です。さて静岡球場は8回終わって0対0、明日が球場8回の表終わって2対1。8回の裏宮西どうしたでしょうか。お願いします明日が球場。はい、宮西はな
橋原球場は満塁、劇的なところでなんか、また劇的なシーンがありましたが、静岡球場は8回ワンアウト3塁、9回ワンアウト3塁1塁、星翔が絶好のチャンスを迎えています。この回ワンアウトの後、増田裕二がフォアボール、そして大木の右中間安打で増田裕二が3塁に進んでいます。ワンアウト3塁1塁、バッターボックスには6番のキャッチャーの伊沢登場です。今日の伊沢、セカンドフライ、ショートフライ、レッドフライ、フライが3つ、ただしだんだん遠くへは飛んでます。さあこのチャンス、どうやら中間守備で守っているのが宮北。さあここでバッターとランナーを変えています。一塁にダイソーの弓岡、一塁ダイソーの弓岡が出ています。バッターは伊沢、そのままピッチドアウト。さて石田さん、この場面のポイント、まあね、これはもう1点との勝ちですよね、はい、だからね、僕はスクイズがあるような気がするんですけどね。一塁走者はダイソー弓岡、それを警戒してバッテリーは2つピッチドアウト。だからここのね、はい、ノツに引きましたけど、もう1点取られたら負けなんだと思って、バッテリーがストライク1つも投げてこない可能性もあるんですよ、はいはい、そうするとね、だからサインがすごく出しにくい、あ、だから満塁探っていうことよりも、警戒しながらね、はい、だからここはね、次のこの1球を、はい、ストライク取るのか、ボールにしてくるのか、はい、ここが大きいポイントだと思いますね。なるほど、伝令背番号13番の鈴木茂吉が出て塩川監督の指示を伝えます。僕はね、はい、あのベンチ愛してればね、はい、寺内君のコントロール見ましたらね、僕はノースリーまで持ってかせますね。ああ、なるほど、はい、うん、これ逃げてるわけじゃなくて、はいはい、さあノーツーの内容はいずれもピッチドアウトです。サードベースコーチが亀澤大輔、バッターの伊沢と一言二言言葉を交わして3球目勝負のやり直しになります。三塁への牽制球、まあ、星翔もここでスクイズは出しにくいでしょうですね。さあしかしスクイズなしで点が取れるかどうか、バッテリーどうする。ここは勝負でいった、レフトへ上がった、レフトがなお下がる、まだ下がる、まだ下がって取った、まさゆりはスタートを切る、ボールはサードまで入っただけ、一塁走者はリードを抜しただけ、おい、まさゆりに帰りました。星翔9回の持って1点を挙げました。まともな勝負、よく打ちました。そうですか、よく打ちましたよ本当に。ちょっと高いですけどね、あのね、スライダーなんですね、はい、あれがやっぱ握力なくなってるんでしょうね。宮本ボールが一つ外にこう切れがないですね、あ、なるほど、あれ切れてれば本当もっと打って